北緯36度2分18.6秒統計140度5分52秒北緯36.038500度統計140.09778度36.038500140.09778一般財団法人筑波六人市会筑波学園病院は茨城県筑波市場横場にある医療機関財団法人筑波六人市会が管理及び 運営する病院である。通称は学園病院。1975年7月1日に財団法人つ筑波6人司会が設立され、1996年11月24日に会員。1年の平均患者数は外来患者289,765万人、入院患者78,435人である。やたべ市街地にあり、周囲には 住宅、ショッピングセンター、飲食店、幹線道路があり、筑波研究学園都市の筑波農林研究団地の北隣に位置する。常磐自動車道や田部 IC、国道354号、研究所へのアクセスが良い立地である。最寄り駅は、筑波エクスプレス緑の駅であるが、都保県ではない。関東鉄道や田部車庫に隣接しており、筑波エクスプレス緑の駅、 つくば駅及び JR 常磐線牛久駅へのアクセスは良好である。中心となる A 棟は地上9階、地下1階の建物で、その他 B 病棟、C 病棟、D 病棟で構成される。2020年には新たに外来や検診センターが中心となる E 棟が開設された。この病院は財団法人つくば六人司会が運営する。学園病院の運営のみならず、 介護事業、保育所、看護専門学校など幅広い事業を展開する。最高責任者は、理事長の藤沢淳一で、理事が1名いる。つくば学園病院以外にも、介護老人保健施設そよ風、総合ケアセンター、つくば学園看護専門学校、ポプラ保育所、並木診療所を運営している。常磐自動車道やたべ IC、国道354号、 研究所へのアクセスが良いところに立地する。そのため、病院周辺には飲食店、ショッピングセンターが多い。ありがとうございます。